皆さんこんにちは、翔平チャンネルの翔平です。今日はですね、どこに来ているかというとですね、小倉競馬場に来ております。今日は週末なんですけど、手ぬぐいのですね催事販売ということでですね、小倉競馬場へやってきました。お仕事ですね。今日は競馬場といえばですね、やっぱレースですよ。レース初めて馬券買ってみました。普通にかけてもあんまり面白くないんで、全部ね100倍以上のレースにお金を打ち込んでみました。売上がゼロでも競馬で大儲けという感じで、今日はやってみたいと思います。じゃあ人生初競馬、果たして当たるのか。まあ、1000円分ですね、8種類かけました。まあ、全部100倍以上のやつ、果たして当たるのか、行ってみたいと思います。なんか馬とかはよくわかんないですけど、倍率は高いやつにかけております。じゃあ早速ね、発券っていうんですかね、券買っていきたいと思います。すいません、買ったことはないんですけど、これで買うんですかね。あ、そうです。これで、あ、もうこれ入れるだけでいいかな。お金入れるんかね。お金入れて、ああ出たわけね。ありがとうございます。おお、よっしゃよっしゃ、券買いましたよ。さあ馬券買いました。僕が買ったのはですね、単勝というやつです。一応ですね、今から仕事というか催事があって、4時ぐらいまでねお仕事あるんですけど、ちょうどね仕事が終わると同時ぐらいのレースなんで、売り上げがゼロでもこれで売り上げを作る、ちょっと荒技です。果たして当たるのか。じゃあ仕事ね頑張っていきたいと思います。仕事が終わりました。ちょっとレース見に行きましょう。レース、あ、終わった。もう終わった。何番？9番。1番、俺のやつ、俺のちっぱけ、俺のバケ。9、10、15、1個も入ってないよ。え、9、10、15。本当にこれ？あ、本当、東京11です、これや。くそー、外しました。14、10違うん、あれ2じゃダメだ。9、単勝なんで全部。くそ、全然ダメ。じゃあ9じゃないとダメやった。ちょっとね、こんな野郎、初の競馬失敗っすね。じゃあまた競馬やっていきましょう。そのうち再生数が1000いったらちょっとやろうか。ありがとうございました。